こんにちは、先月でございます。今日はですね、居酒屋ぼったくりってあの小説ございます、ドラマにもなりましたし漫画にも今なっておるわけですけれども、そちらの方のねドラマにも出てきた手羽先の煮込みと、煮こごりという料理の方をね作っていきたいと思います。で、あの公式アカウントとアカウントっていうんですかね、公式ホームページ、居酒屋ぼったくりの公式ホームページの方に、レシピが載っていたので、もう今回はそれにねすごく忠実に作っていきたいと思います。というわけでね、まず材料紹介の方からやっていきます。はい、ではまず材料ですね、こちら、手羽先になります。手羽先が10本、続いてお醤油ですね。お醤油がちょっと細かい分量ですね、 52g 使います。で、お酒が 25g ですね。で、あとお水が 700ml と、お砂糖ですね、お砂糖 6g を使って作っていきます。特にね、香味野菜、ネギとか生姜とか使うのかなと思ったら、その辺全然使わないみたいで、もう本当に簡単なレシピなのでね、今から作っていきたいと思います。はい、そしたらですね、まずこちら鍋の中に手羽先をもう全部ドボドボっと入れちゃいますね。10本入れちゃいます。入れたらここにお水を 700ml 入れて、よいしょ、これでもう強火に一度かけます。はい、それではね、このように沸いてきたら、浮いてるアクの方をねちょっと取っていきます。で、アクを取ったら蓋をして25分ほど煮ていきます。ここに調味料全部ですね、お酒、醤油、砂糖と全部入れて25分煮ていきます。はい、それではね、調味料入れてからもさらに25分経ちましたので、ちょっと開けてみてみようかなと思います。うん、色もすごいついて美味しそうですね。じゃあこれで盛り付けて完成になります。あとね、この煮汁の方、これはね捨てずに取っといてください。粗熱が取れたらタッパかなんかに移してもらって一晩置いとくと煮こごりになりますのでね。なのでこれは捨てずに取っといてください。では今から盛り付けていきます。はい、それではできましたので、今から食べてみたいと思います。いただきます。身がホロホロで、もう骨もつるっと取れますね。もうめちゃめちゃ美味しいです。生姜とかネギとか入れないんで、ちょっと臭みどうかなと思ったんですけど、全然臭みもなくてね、美味しいですね。食べやすいです、すごく。ご飯に合わせるならもう気持ち甘くてもいいかなとは思うんですけど、お酒のあてとして考えるとこれぐらいでも全然いいかもしれませんね。あんまり甘いとちょっと合うお酒限られてきちゃうんで、これぐらいちょっと甘さ控えめぐらいな方がお酒のあてにはいいと思います。味に特に癖がないので、どんなお酒でも合うとは思うんですけど、まあぜひ一度ね、機会があって、まあなかなか難しいと思いますけど、以前動画で挙げたグレンバーギーなんかのハイボールとかなんかはすごく相性がいいんじゃないかなと思います。というわけで、今回は手羽先の煮込みと煮こごりの、まず煮込みの部分ですねをやっていきました。本当に煮るだけ、煮て25分弱火でコトコト炊いて、その後調味料入れてまた25分炊く、だからもうそれだけのレシピなので、本当に難しいことは何もないですね。で、煮こごりの方は明日ちょっとこれで一晩置いて、煮こごりになってどうかっていうのは一度食べてみますけれども、1回で2品作れちゃうので、本当にね便利だと思います。というわけで、今回はね小説居酒屋ぼったくり、ドラマにもなりましたが、そちらの方から手羽先の煮込みのレシピでございました。また次回、次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。最後までご視聴いただきありがとうございました。良ければチャンネル登録や高評価の方をしていただけるととても嬉しいです。動画制作の励みになりますので、何卒よろしくお願い申し上げます。先月レシピチャンネルでした。次回も乞うご期待。